始まったな。なんだいこれは。謎めいたゲームを友人に送りつけ、遊んでいる模様を眺めて人類としての知見を深めていこうというこちらの企画。今回のタイトルお願いします。ルーザーシミュレーター。まあ好評のねシミュレーター枠というか。ルーザー、ルーザー、まあ、まあ、敗北者、敗北者、負け犬というか、ね、直訳なら、うん、俺が負け犬になるのか。俺もまあ正直謎をすごく感じてるんだけど、ひしひしと。俺は謎だね。まあ、ストアページによると、うん、はい、全てがうまくいかないルーザーのバーリックンっていう男性が主人公で、はいはいはい、その彼が一日を幸せに過ごせるようにプレイヤーが手助けしてあげるっていうコンセプトらしい。だ どういう風に手助けすればいいのか分かんないから、うん、分かんないね。ちょっとその謎を解明していこうか。この坊主の子がバーリックンってことかな、かな。あ、まあやってみないと分からないね。そうだな、やるか。出口にはいけないよ、うん、出口は多分ゲームが終わるからな。日本語訳ちょっと怪しいんだよ。やってみようぜ。そうだね。ひしひしと感じるね。それもまたひしひしと感じてしまうね。縦だしね、出口が。おっ、メアリー・スーまたはマーティー・スーは作者によって誇張された非現実的な美徳、能力、外見、幸運を与えられたキャラクターの原型です。バーリー・スーに会いましょう。あーあああおち。今のは運がないとかじゃないだろ。あ、ストレス、動ける動ける、ゲージとかあんだ。あ、でもマイク、完全にマウス感度が高いな。猫背、ね、猫背だな。まあそんな人生だと猫背にもなるか。ちょっとマウス感度を下げさせてください。日本語の日本語の圧すごいね。なんか中くらい。よくわからんけど、うん、圧がすごい。こんなもんか。音量はちょうど良さそうだけどね。うん、うん、でもそうね、猫背の彼がバーリ君だとしたら、うん、動ける。なんかなってるぞ、うん、ちょっとマウス感度がまだ高いな。あー、一番下でも高いです。うん、まあそれでいくしかないな。こうなんかボワってなってるぞ、うん、生ゴミかな。何これ、かゴミっぽいね。汚れた服が入ったスーツケースが洗濯すんのか、わかんない。でも動けるだけで持ったりはできないんだ、うん、何にもできないんだよね。お、キッチンコンロ、うん、お、野犬がいる。野犬だね。必ず噛まれるよな。犬には外は出れないね。大丈夫かな、うなってるな。いや、そんなあんな何もない椅子に座ってて転ぶような人間なんだから、外出たら必ず犬に噛まれますよ、うん、それ必然だよ。もはやちょっと噛まれるぐらいじゃないだろうな、バラバラになるだろうな。抗うつ薬を飲んでおります。そうか、まあ気持ちもわかる。お気に入りのテレビ、ブラウン管だね。時代設定はちょっとわからないですね、うん、穴開いてんな。プール穴開いてんね、まあ、先に家の中から探索するか。外はまあやばそうだもんね。洗濯機、シャワー、すげえな。そういう感じなんだ。ううのあるんだ。ボックスシャワーみたいなね。走れもしないんだな。さっきのピエロだ。悲しいピエロの写真。悲しいピエロなんだ。だって物憂げではある。まあバーリ君の方がだいぶ物憂げだけど。そうだね。そうだね。そんなに物憂げな瞳ないよ、なかなか。ああ、天井なんか怖いな。うわ、何が起きてんのあれ。汚れか、ただわかんない。汚れ呪いか、怖いけどな。うん、なん2階にもバスがあるぞ。へえー、すごいね。ここにも抗うつ薬がある。抗うつ薬多いね。2階にバスタブか。モップ、水たまりを最速で掃除します。あ、ストレスがなんか上がり始めるとあれなんじゃない、薬を使って回復するとか。そうなのかな。うわ、3階もあるな、うん。あ、また汚れたスーツケース。ああ、はいはい、税金や申告に関するさまざまな書類。うつだね。これはうつになるね。スーツケース。うん、お、一人ではなさそうだね。
人住まいで高いな。ありとあらゆるところに抗うつ薬があるんだけど、あのここがバーリ君の部屋なのかな。骨、ね、洗濯せえよ。そうだな。ここにも抗うつ薬あんな。あ、でも何かしらの賞を取ってるっぽいよ。うん、トロフィーがあるね。バーリ君が取ったものなのかは分からん。うん、一人暮らしじゃなさそうだからな。じゃあ3階行ってみるか。あーうわーどうなった。え、あ、はい、ストレスがストレスが助けて。あ、そんなんできんの。いや、わかんない。何をすればいいかわかんない。丈夫な階段を作りますか。俺だって作りたいけどさ。はい、いいえ、はい、いいえじゃないんだね。どうすれば作れんだろう。わかんない。作ってあげたいね。クリックしても何も起きないんだな。で、今んとこクリックとかで何かが起きる様子がないんだよね。薬も飲めないんだ。そんなにストレスが溜まっているのに。このストレス飲まないとまずいってバーリ君。でもないんだよな。上はいけないのか。どうしたらいいんだろう。まあ外出てないからね。穴の開いたプールでしょ。水を浴びてもストレスはたまらないらしい。あれ飼ってんじゃない犬。本当に、まあ、確かに犬小屋はあるけど、うん、望遠鏡だ。すげえ威嚇してるぜ。でもそうだね、絶対屋内にいる時から威嚇されてたもんな。あ、望遠鏡で覗いてみませんか。いや、覗きたいけれども、こんな昼間から覗いても何も見れなくない。そうだな。うん、犬寄ってみるか。あ、ああ案の定結構耐えてたけど。ああ今日は我慢できなかったのですね。次回は幸運に恵まれるかも。あ、犬に噛まれて救急車か。ゲームオーバー。うん、多分ストレス値がマックスでやられると死亡。なるほどね。タブトゥードゥーリスト来た。なるほどね。あ、はいはいはい。 F でイン、あ、今のがチュートリアルって何もできなかったんだ。なるほどね。なるほどなるほど。屋根裏からゴミ、屋根裏にゴミがあんだな。じゃあまず階段を作んないといけないんだな。あ、これを全部こなせばいいんだ。なるほど。さっきはタブ押しても何もなんなかったから、多分一回ゲームオーバーにならないとダメだったんだろうね。まず犬ちゃんに餌やるか。そうだね。それは犬怒っても無理ねえよ。うん、忘れすぎだね。たださ、餌どこだ。餌どこだろう。それっぽいものは確かに、うん、家見回ってもさ、なかったじゃん。あ、これか。お、あ、それか。はいはいはい。危険なって何。自分の人生について考えると危険らしいな。やめとこうか。これ多分なんだけど、日本語訳の問題なだけであって、うん、ソーセージを買った方がいいですかが、この肉を取るだと思うんだよね。あー、なるほどね。これを犬にあげればいいんじゃないかな。ほらほらほら、お、取った、うん、いいね。すごいね。すげーな、超その形状の肉。ビッグサラミみたいな。それ食べるかな。それ食べる犬だよね、でもね。見た目。あ、ちょっと噛まれた、噛まれた、噛まれた。痛い痛い痛い。ストレスだ。あ、でもストレスが、いや、肉は今俺がね、捨てたんだ。あ、そうなのか。あー、これじゃあどうし、犬の目をかいくぐってあそこに置かないといけないのか。お皿に置くんかね。ね。あーこれはなるな。うまくいかんな。うまくいかんな。あああああああ今の不運とかじゃないよ。もうこの形状の人間見たことないもん。全て順調。トラック異世界転生してる。アニメがあなたを待っています。あ、そういうことか。トラックに惹かれるのはね、確かに異世界転生ものの
なんか王道だからね、トラックに惹かれるイコールアニメなんだ。アメリカでも、アメリカだよなこのゲーム多分。だと思うよ、この大味さ。犬に餌あげたいけどな、犬がかわいそうだよ。そうだね、ちょ一回噛まれても耐えて行ってみるわ。そうだな、頑張れ頑張れ。お、いいんじゃないか。ほっ、あれ、あー、フードボール、あ、お、はい、よしよしよし、いいんじゃん、いいんじゃん、いいんじゃん。わ、やったやったやった、あー、やった。犬、あなたは犬に餌をあげられました。これもう襲われないんかな。じゃない、寝てるもん。よかった。よかったな。ペロ、ペロかな、名前書いてないな。でもアメリカでペロはつけないね。ジョンだね。ジョン、そうか、ジョンだか。で、なんだって次、朝食を作ります。うん、ここにフライパンがあるから卵だろうね。卵、うん、卵を、ね、持ってんの、でかいの。どういうことなんだよ。どういうあれなんだ。スクランブル、なんで、どういう状態なの。わかんないよ、ま、作ってる途中なの。あの動きなんなんだよ。あと卵でけえな。鶏卵ではなさそうだな。なんかストレスは溜まっていくな。うん、抗うつ薬飲んでみていい。抗うつ薬飲めるかな。あ、飲める。おお、本当にそれ抗うつ薬なの。ああ、ストレスが汚いな。ウォッカとかだろ、もう。じゃあ一気に全回復するっぽいから、うん、ある程度貯めてもいいのかな。貯めた方が良さそうだね、うん、スクランブルエッグを作ってみようって言われてるんだけどさ、入らねえんだよな。わーって言ってる。これ割ってんだね、その動きでね、多分卵をね。ボールに卵が入んないの、不運とかじゃないだろ、だって。そこだ、いいんじゃないか。あなんだろうな、何が悪いんだ。わかんない。なあ、これどうしたらいいんだ。あ、入った入った入った。あ、やったやったやった。あ、いいんじゃん。いいんかな。あ、できたんだ。もう食ってないけど。ああ。家から逃げろ。え？家から逃げろ。出た？そんなの。出た出た出た。え？それどころじゃねえだろ。俺どう？あ、それ危ないよ。危ないやつだよ。ああ、そうだ。どうすればいいんだ。あ、ホースがある。ホースだね。消せるか、使えんのか、それどうなってんだこれ。もう終わりじゃない。ジョン、やばいぞ、終わりだ。ジョン逃げるんだ。どうすればいいんだ、まあ、この道路を渡ると死ぬから、この燃えてるおじいさんに。なんだそれ、何なんだそれ、それ人か、隣人の人、怒ってんじゃない、近所の人。お前燃えてんじゃねえかって言われてんのか。いや、それは言うでしょ。すげえ格好してるな。怒られてる。こんな人に怒られる筋合いないんだけど。この犬は何だ一体。隣人の犬じゃん。おい、大丈夫か、入って、あ、またいや、おい、犬が入ってきたよ。おい、オレンジだよここ。危険だぞそこは。屋根裏行きますか、じゃあ。屋根切り替えて。おい、大丈夫か。おいおい、ああ、ええ、ええ、ああ、え、火が消えた。なんか、あ、火事が起きた。火事が起きた。また火事が起きた。もう消火器はありません。別の方法で消すかな。消すかな。さっきの犬を特攻させるっていうのが。隣家の犬で。クリア方法だったんだ。マジかよ。クリアになるのかこれ。なってる。なってる野郎がい。屋根裏行くか。
これ落ちるじゃんこの階段。うん、ああ。ああでこれで作り直すのか。なるほどね。怪我しすぎでさ。ガレージ。ああガレージ。まあ、一旦抗うつ剤飲もう。飲んどけ飲んどけ。洗濯もするんだっけ、ね、そうね。服持って。ああ。あ、持った。で、1階のバスに洗濯機があったよね。あ、あったっけ、うん。ここに全部持っていくんか。ああ、それだね。こういうことじゃん。その感じで作業するからいけないんだよな。うんだと思う。で作業中にこの動きしてるやつ仕事できるなって思わないもん、どうしても。ふざけてる人だよね、うん、こういうとこから特有の動きだよね、不運がね。これでラスト、うん、多分3つ入れました。おおおお、大丈夫か。大丈夫かな。爆発しないかな。爆発しそうだよな。あ、やっぱりな。入れすぎだよ、一気に。それはそうだ。なん、あ、水たまりと洗濯機だ。あ、これ、感電してんだ。電気を消す必要があります、ね。やばい、それ。電気、ブレーカー落とす。どこで？ブレーカーなんかあったか？あったっけ？屋根裏かな？どこにあるんだろう？ガレージか？え？ピエロの写真見るとストレスが減った。はぁ。なんか感じるものがあるんか。あ、ね、本当にちょっとだけいるな。でも結構減ってるよ、長いこと見てると。あ、それで抗うつ薬なくてもなんとかなりそうだ。あ、これピエロの写真でいくらでもあれはできそうだね。うん、救済だ。どうすればいいんだろうな、ね、電気どうすればいいんだろう。なんですか。ああ、え？そういうこと。水たまりがさ、水たまりがはみ出てんだ。下敷きかと思ったよ。俺もだよ。防水シート。あ、防水シート。もうこれプールの穴だろうね。あー、なるほど、うん、全部塞ぐんだそれで。あ、なるほどね。じゃあ先プールやるか。作業は全部これなんだな。あー、塞がった塞がった。2個しか塞げないけど、あとガレージに屋根じゃないや、階段作るキットがあるって言ったな。そうだ。なんつうのかな、トンボみたいなやつが至る所に落ちてるな。あ、あった、スイッチボックス。これじゃん。これ電気。電気切れた。ああ、よし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 、いいんじゃないか。よかった、3日って。これで洗濯終わるのかな。終わんないけどな、普通は。水たまり、あ、水たまりあれだ、2階のさ風呂にあったじゃん、あのかき出すやつ。これこれ。ああ、はいはいはい、このモップ。なるほどね、こういうことじゃない。すごいね、適応してきたね、この世界に。いや、なんか分かってきたよ、ルーザーの世界に。腹立つな。なんなんだその動き。ああで電気を入れて、はいはいはい、洗濯機を起動と。なるほどね。モップじゃもういらんだろ。ああ、話せるんだ、うん、スイッチ入れるついでにガレージからキットを持っていこう。意外とうまく生活できそうだけどな、この世界は、うん、電気つけた。ああ、大丈夫か。ダメそう。出れる出れる出れる。やばい。え、これどっからなるんだろう。分かんない。最初から厳しいね。全部最初からかな。うん、最初からだ。よかった。で、トゥードゥーリストも増えるんだよね。家事の話は最初は載ってないもんね。なかったからね。セーブしたいね、途中でね。ね、セーブないんです。うまい。あ、もう分かったからね、対処法は。分かってないやつをまずやるべきか。どうしたらいいんだろうな。あ、
それをなんか動かせない動かせない動かせない車をね車を押してさ、うん、挟むとかできそうじゃん、ね、うん、突っ替えさせるっていうね、そう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 何かで、お、入る前にはしごでガレージを支える必要があります。あー、はしごあったわ。そういうことね、はしごこれか。持つ前にさ、それピシピシピシってやる必要ないよね。ない、書いてあったんだ。もともと書いてあったのかな、2回目だからか、わかんない。もともとあったの、あー、はしごの設置の仕方がわかんねえよ。持ってて突っ込むと死んだもんね。死んだ。あんなとこにも抗うつ薬があるな。あ、ここか。あー、なるほどね。はい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 。防水シート、ここにもあったか。あ、そこにもあるんだ。あー、そこにもあるな。ここは防水シートいっぱいありそうだね。さっき防水シートやっちゃうか。うん。ジョンは一旦スルーして、でこいつは火事消す用の隣人と犬でしょ。最初からそこに立ってたんだな。ね、気づかなかったな。あ、でも防水シートはね、やり方は分かってるから、それ以外のところを攻めた方が、うん、まあね、うん、即死がね、後で食らう方が、ね、いっぱいありそうだからな。しんどいから。きっと取れた。お、これ防水シート、うん、どれだろう。ん、ないな。あれ、屋根裏先に崩してこないとダメなのかな。あー、そのパターンもあるかもね。こっち先回りダメそうだね。税金の書類を見つつ階段崩してくるか、うん、一旦税務書類はどれだ。ここだっけ、違う、これだ。事務手続きは非常にストレスのかかる仕事です。おう、ストレスレベルの低い状態から始めてくださいってことだね。まあ今マックス、今ゼロだからね、全開だから行こう、うん、おお、全ての列が半分埋められている。パズルなんだ。あ、なるほどね。どう操作するとどうなるのか全然わからんな、見てる分には。半分埋められてる必要があるか。やべ、終わる。あああ何今自殺したの。マジかよ。我慢できなくて手首を切ったのかな。税金のね、作業はね、手続きはね、税額の重さに、なんかね、あのプラスマイナスで、うん、あれが上下すんのよ、ゲージが。うーん。その上がり早いな。あ、青のプラス1。赤、あ、紫は消えるんだ。そうなんだ。あ、いた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 、やった、いたぞ。できた。できたんじゃない。もう一回やれと言われてもできないけど。やった。やった。ギリギリいけたな。なんとかできたな。それ、運だね。結構なんかちゃんと見ればね、法則は絶対あるからいけるんだろう。適当にやっちゃったから。これむずいよ。抗うつ薬だ。よし、階段崩して、多分階段はね、ストレス値がどの状態でやってもマックス手前で止まるんだと思うんだよね、うん、いいね、うん、で抗うつ薬2本飲んで。だいぶ進め方が分かってきたな、うん、だいぶ掴んできたね。バーリスキル上がってきたな。やっぱ長いですからね、付き合いも。よし、こ
これで洗濯物が全部入り、うん、でそのうちあれが漏電を始めるじゃん、水漏れと。あ、うん、であれを見届けた上で犬に餌をやりつつガレージに行って電気を切ってくる。うん、これだね、完璧だ。完璧だね。RTA 参加できるんじゃないかこれ。いやこれいいね、できるだろうね。もう屋上用のキットがこれか。あ、それっぽい。耐久性のある階段の建設用に設定されているキットだどんなキットだまあ必要だもんね、明らかにね。必要だけど、じゃあ最初からそれで作れよもうね、今初めて壊れたんかな、あの階段は。まあ経年劣化っていうね、ここじゃねえ、可能性もありますが、使えるかい。使えるんじゃないか。あれ、あ、ほら、おお、いいんじゃん。使えた。おお、あ、丈夫そうで、屋根裏の、ああ出たよ、なんでだよ最強の階段を作りませんか最初から作れよ最強で。出し惜しみするなよ回復しないと。あ、ちょっと時間かかるけどピエロで回復するわ、うん、通り道だし卵を焼いたら犬焼いて、卵と犬焼いて消化すればいい出てきたな、さっきなかったもんねこれ。ああ、なかった。最強の階段キットだ最初から使えよキット別なんだねやっぱ ね多分バーリ君は戦力の蓄次投入が愚策であることを知らないんだろうな君の丈夫そうの一言の直後に落ちたからないやもう金属になったって。いや最強だね、これは強いわ。よしよしよし、うわうわ、罠だらけ誰が何のためにあ、でもからほうきがあるのかそれ。棒の部分は踏んでも大丈夫だ。あ、頭踏まなければ。ほうき飛行用ではありません。掃除用か。あ、ちょっと危ない。欲張った、ダブルでいったよ。ああ、なるほどね。取ってトンボも片付けてほしいね。本当だよな、トンボが一番のゴミ。ああもうゴミ結構あんな。ゴミ結構あんね。なんで急に思い立って今日屋根裏のゴミ掃除をしようとしたんだろうな。そうな、別の日のトゥードゥーリストに載ってるのかもしれん、そのトンボ片付けの。なるほどね、今日じゃないんだ。うん、あくまで今日のトゥードゥーだから。なるほどね、ストレスたまんな頑張れ。これで最後かな、でものはず。よし、いいね。おい、あと何、あと朝食を作る、あー、とプールの穴の修復だね。はいはいはい、と洗濯か。あ、洗濯か。洗濯は水たまり処分までやったからスイッチ入れてこないと。まずやりましょう洗濯機を、うん、水たまりは今もうないんだ。でももうなくした、なくした。これで洗濯機直ったから電気を入れれば起動できる、うんうん、このスイッチオンにしたらガレージからもう一個防水シートを持ってプールの穴埋めたら終わると思う。これでプールも終了。もうこっからゲームオーバー一発だけはやめてくれどうなるかな。よし、プール終わり。あと一個、あと一個洗濯。蓋が落ちてきた。どういうこと？それ入ってたら死んだってこと？入れないよね、でも。入れない、入れない。ジャンプもできないから。
まあいいのか。ストレスがたまる何らかのイベントだったんだ。うん。終わるんじゃないこれ。終わるかな。ちょっと離れてよぜ。終わったぜ。やったやったやった。おめでとう。あなたはこの日を生きてきました。かなり成功と言えるんだろうか。でも喜んでるね。一日のトゥードゥこなすとこの喜びようなんだな、うん。本当はいい子なんだろうね。そうだね。まあいい子ではあるよね。あの作業の仕方とかね。うん、ね。腹は立つけども。ジェイソン・ステイさんみたいだな。そうか。え、似てない？似てない。坊主なだけかもしれん。毎日これだとしたら嫌になっちゃうね。そうだね。これが日常なんだろうな、もはや。抗うつ剤もね、いっぱい飲んだ。ああ、終わった。終わった。よかったね、でもね。なんかハッピーエンドじゃない？ハッピーエンドだ、うん。ハッピーエンドが一番だからね。そうだね。かなり成功させたわけですからね。うん。ジョルボリュームもなかなかだったね。うんなかなかの良作でしたな。まあいいバカゲーですな。はい、じゃあこんな感じですかね。ルーザーシミュレーターは。そうだね、はい、ウィナーになれたね。うん。今日のウィナーにはなれた。今日のウィナーになれた。明日の君はどうかな、うん、はい。じゃあ今回はここまでということで。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。良い知見でした。はい。